それでは XYZ 空間の回転体の問題についての考え方を説明しておきたいと思います。回転体の体積と見せかけて、半分ぐらい非回転体の体積の問題なんで、もうこれはこれでちゃんと勉強してもらうしかないものの一つなんだけども、今適当に XY 平面上にこういう三角形 OAB を置きました。で、例えばこれを X 軸の周りに回転してできる体積を求めたいなんて問題があったとしましょう。っていう問題があるとね、みんな一生懸命図書くんだよね。図書いて、ってなんか建築家さんになったつもりみたいにね、一生懸命デッサンし始めるんだけどね、いらないんですよ。だって体積求めるために必要になったのは断面積でしょ。断面積を求めて積分して足し集めてあげたら体積がポンと出てくるんだったじゃん。じゃあ断面積を求めるために必要なもの何かっていうと、それを今から説明しようじゃないか。はい、じゃあいきましょうか。どうしてもね、先に回してしまおうという人いるんですけど、いいか、超名言だからな、メモっとくんだぞ、メモっとくんだぞ。回してから切るんじゃない、切ってから回すんだ。決まったね。はい、そうなんですよ、先に切ってください。全体の立体図形作っちゃうともう大混乱だから、回してから切るんじゃなく切ってから回します。で、特に回転体の問題の大鉄則は回転軸に垂直に切るっていうことなんですね。回転軸に垂直に切ること、知っといてね。回転軸に垂直に切るのが大鉄則です。なので今 X 軸に垂直に切りたいぞと言ったよね。じゃあ X 軸に垂直にまずこの図形切ってあげましょう。そうするとチュパーンって切ってあげることによって、おそらく線分が出てくるよね。一番遠い点と一番近い点を結ぶ、線分的なものが出てくるはずですよね。あとこれ取り間違えないでほしいんだけど、ここもやっぱり出てくる点なんで、ここも必要となりますんで、手前から順番に CEDE そして E っていうふうに取ることにしましょう。X 座標が T である平面でまず切ってあげて、この図形がどういうふうに見えるかというのを考えていきます。はい、その場合まずこうなりますね。 X イコール T の断面はこういうものはこういうふうに変わってくるはずです、ね、こういうものがこう変わります。したら X 軸の周りに回すってことは、この図で言えば C かな、線分 DE を C の周りに回してあげるんだぞってことになるわけ。そしたら C から見たら一番近い点が D だよね。一番遠い点が E。したら D の点を C の周りに回してあげた内側に線分の回転体はぶつかるはずがないし、 E の外側に線分の点が存在しないことを考えれば断面も出てくるはずがないじゃない。ということで結局一番近い点と一番遠い点の回転した図形を考えてもらって、ああいう図が出てくると断面はこの内側です。断面はこの内側、こんなものが断面積となりますね。そしたら一番遠い点 E が半径で、一番近い点 D が半径となるような、中心同じ円で、これ同心円って言うんだけど、 CE からCD を平方して引いたものが断面積となってくるわけです、ね、っていうのが XYZ 空間の回転体の体積の考え方になります。さあ、さっき言った名言メモってない人もいるかもしれないから一応書いておきますね。回してから切るじゃない、切ってから回すんだ、ね、回してから切るじゃなくて切ってから回すわけ。回してから切るんじゃない、切ってから回すんだと。これをよく印象に残しておいてくださいね。